A 社で開発されドイツ連邦空軍やドイツ連邦海軍航空隊など各国で連絡等多用途任務に運用されている短距離離着陸双発多用途機 A 型 B 型 D 型がある D 型の愛称であるスカイサーバントは空の放仕者の意ドゥ28は1950年代末に単発のドゥ27から開発されたこの機体は。 型持ち式高翼配置と揚力増大装置は D27 と共通で6名の乗客が乗れる後部胴体を持っていた。新しい設計の最もはっきりした特徴は他では見られない2機のライカミングエンジンが全部胴体の両サイドの短いパイロンに成形された主車輪のショックアブソーバーと共に取り付けられていることであった。 ドルニエ・ドゥー 28D 初期のドゥー28の胴体内部用石はドゥー27と同じでありドルニエは最大13名の乗客を運べるより大型のエストール輸送機を開発するために西ドイツ政府から財政援助を受けたこの方の名称はドゥー 28D となり後にスカイサーバントと命名されたドゥー 28D は完全に再設計され初期モデルからは 基本レイアウトと翼構造のみを踏襲していた。胴体とエンジンナッセルの断面は、D28A、B の円形とは異なり、長方形になった。この機の開発の目的は悪条件下での使用のために、簡単で丈夫かつ整備の容易な機体にすることであった。乗員として2名の操縦士と、キャビンには、最大13名の乗客が、搭乗可能で、貨物は、 大きな2枚ドアから搬入ででき、座席を外せば26.3平方メートルの突出部のないスペースが確保できた。D28D の初飛行は1966年2月23日に行われた。D28D- に、ウスカイサーバントのさらなる派生型は、D28D- に、ウであった。2機に、 バルト海と北海の油汚染を監視するために、レーダーとスラルが装備された。白く塗装されたこれらの機体は1984年から1995年まで、西ドイツ連邦海軍航空部隊の MFG5、飛行隊が、西ドイツ運輸省に代わって運用した。この機体は胴体に取り付けられた、スラルアンテナと操縦石化のレドームで容易に、見分けられる。 この2機は1991年に国際連合の指揮下で湾岸戦争の期間にペルシャ湾で数週間活動した。1995年の暮れにこの2機はドゥ228に交代した。これらのスカイサーバントはノルドホルツの博物館に保存されている。ドゥ27と似てドゥ28は超短距離離着陸性能と同様に高い。 巡航速度を維持できてスピードでの良好な操縦性という特徴を持っていた。D28 はその単発の祖先からの正常進化モデルとして容易に受け入れられた。同様のエストール特性を持った多くの機とともに生産された多くの D28 は軍用用途に供されたが少数が丈夫で低コストの多用途機として民間で運用された。 この木の設計は特筆すべき適応性を有しオリジナルの D 型から D1、D2 を経て1980年に導入された128から2型まで数多くの進歩的な派生型が開発された。数多くの改良を施された核派生型はすでに持っている多様と特性の発展性をさらに広げた。1997年にハンガリーの技術者 アンドレアス・ガルは、スカイダイバーの要求に応えるために、D 型を基本にして転換系を開発した。ガルは、アエロテックスロバキア社で7機の機体に、ライカミングピストンエンジンに変えて2機のバルター M601、D2 ターボプロップエンジンと改良した3枚ブレードの、プロペラとスカイダイビング用の装置を取り付けた。カは、簡単にこの型に認証を与えたが、 エンジンの認証制限のために2007年まで JAA の認証は適用されなかった。2008年にはすべてハンガリー登録の3機がヨーロッパ域内の主にドイツのゾーストとオーストリアのウィーナーのイシュタットの高架施設で飛んでいる。 翌日に増加燃料タンク総計121機のドゥ2 8 d 2が1971年から1974年の間にオーベルファッフェンホーフェンでドイツ連邦軍向きに生産され、軍では老朽化したパーシバルペンブロークを更新した。これらのドゥ2 8の大多数は輸送と連絡任務に当てられ、1994年に ドゥ228が導入されるまで使用された。20機が西ドイツ連邦海軍航空部隊へ移され、1978年から10機が航続距離を延長するためよくかに増加燃料タンクを取り付けて海洋偵察任務に就いた。キャビンの高い騒音レベルと振動のため、これらは格段に静かなターボプロップ機のドゥ228に交代した。 20年にわたる、ドイツ連邦軍での収益の間でわずか3機の実が、事故で失われた。D28D は、世界中30カ国の空を飛び現在も、使用されている。150機以上が生産された、スカイサーバントは、ドイツ連邦軍の中では、農民の和紙と呼ばれて、頼りになる軍馬とみなされていた。トルコは、 通常の輸送機型と同時に、アナドルというコードネームのシグインと任務用の特殊装置を搭載した2機を受領した。D28G92D128D28ETNT。ありがとうございます。